ペンシルバニア鉄道 H6 形状機機関車は1899年から1913年にかけて製造されペンシルバニア鉄道で運用されたテンダー式状機機関車である仕様の違いによりいくつかの形式に分かれるがすべて本校に適実する H6 形状機機関車は軸配置が2から8から0のコンソリデーション型貨物用機関車で 最多生産数である2032両が製造された。前述の通り仕様の際により3つの形式に分かれる。1920年代に入ると H6R 型及び H6 ビット型の699両が加熱式に改造するとともにシリンダー系を22インから23インに改造、H6 サ型と H6SB 型に改版となった。H6 型は幹線 関山線の貨物列車や入れ替え用として幅広く使用され、急行バイク間では、重連や見え連で長大貨物列車の経緯もしばしば見られた。正確な資料がないので明らかではないが、1938年、五路南満州鉄道が、中古の H6SB 型を30両輸入、ソリサ型として運用したと言われている。ペンシルベニア鉄道から来たコンソリデーション型なので、 通称ペンソリと言われた、中華人民共和国成立後 KD10 型と改版された。1905年にボールドウィーンで製造された H6SB 型の PRR2846 号機がペンシルベニア鉄道博物館にその他の H 型無式機と共に保存されており、1979年にコンソリデーション型貨物用機関車2846号機として、 アメリカが衆国国家歴史登録罪に登録された。ありがとうございます。